化ってどんどんチューニング変えられるんですね。さっきまではスタンダードチューニングってやったんですけど、今もダウンチューニングして弾ける、別の響きがまた出てくるっていう珍しい楽器は、バイオリンとかあんまりやらないみたいですね。弦楽器はあのチューニングを変えると変えるっていうのは、うん、ギターならでは あの音のようです。でこれをつける意味ってのは別にズルしてるわけでも何でもなくて、あのこれを作られた中村さん、この後出るんですけども、あのこのギターは5年前に私あの中村さんからお借りして使ってもらってるんですけども、ここの音が一番いいです。こういう状態よりも響きがそのこちらの方がギター一番よく響くよというアドバイスをもらって以来ですね、別に全部ここでやってるわけじゃないんですけども、あのダウンチューニングをした場合にはやっぱり音が一度下がるので上げてあげないとなという理由でちょっとつけてますね。あの通常こう伴奏でフォークギターでやるときにはこうあの歌い手さんのねこう声に合わせて上げたり下げたりしてキーを合わせてあげるっていう通常のものなんですよ、もともとこれは。だからそういう使い方も